さんこんにちは。じゃじゃーん、今日はアンパンマンの顔のパックに挑戦するよ。じゃーん、今日はこれ、剥がせるパック。アンパンマンも綺麗になりたいよね。なりたいよね。よし、早速じゃあチャレンジしてみたいと思います。ではまずは、こちらアンパンマンに、寝てもらいます。まずは、顔のパックをしてもらいますか。アンパンマン顔のパックはきっと初めてだと思います。コラーゲンも入ってますので非常に美容にいいですね。じゃあ早速やってみたいと思います。ではちょっと見えるかな。はい、どうかな、これぐらいかな。はい、じゃあこれをつけたいと思います。は鼻にペト、おでこにペト、ペタとペタにもペト、顎の方にもペト。それでは、パックにチャレンジスタートします。どれくらい塗ればいいのでしょうね。パンマンも綺麗になりたいよね。もうちょっと塗ってあげようかな。これぐらいつけてみるよ。おい、サービスでもうちょっと、はい、濡れたよ。じゃあこれで10分間待って、そしたらこれを剥がして綺麗になれるよ、アンパンマン。じゃあまた後でね。せっかくなので食パンマンも食べましょう。じゃあ、食パンマンは顔が四角だから綺麗にできるかもね。パンマン顔が広いからあれだね、ちょっと多めにいるね。はい、できました。テカテカだね。お待たせいたしました。アンパンマンの顔も綺麗になってきたね。見えるかな。じゃあね、この下からちょっと剥がしてみようかな。普通パックっていうのは上から剥がすんだよね。で、上から剥がしてみたいと思います。アンパンマン綺麗になったかな。お化けみたいになってきたんだけど。よいしょ。よいしょ。はい。見てください。アンパンマンの顔が綺麗になりました。こんな感じです。アンパンマン本当になんか綺麗になったな。よかったね。はい、
アンパンマンの顔から撮れたやつはこんな感じです。鼻の形がちょっとわかるねこれ。はい、それでは実は食パンマンも綺麗になったんだよね。もうこのままでも綺麗なんだけど、いや本当に綺麗だな。だけど一応バッグなので剥がしてみたいと思います。なんか気持ちいいね。これかさぶたを取るみたいな感じだね。よいしょ。かさぶた取るの下手くそかも。よいしょ。あー、くしゃくしゃになってしまいました。でもちょっとまだ乾いてなかったのかな。よいしょ。はい、でも食パンマンも綺麗になりました。私が綺麗？うん、僕の方が綺麗だよ。みんなも楽しかったかな。また他のお友達もまたパックしてみるね。じゃあまたね。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。はてなになっているのでどの動画がいいか探してみてね。